さあ今週の気になる車ですが、先週はレヴォーグをご紹介しましたが、どうしようかな。今週はお黒の上品なアウトバックがありますね。すごく雰囲気もあります。というわけで今回の気になる車はこのレガシーアウトバックにします。場所を変えて田村さんに詳しくお話を伺います。今回の気になる車はレガシーアウトバックです。早速評価書をご覧ください。内装外装ともに星2つ半、総合評価点が4点のお車です。ではじっくりと見ていきましょう。さあ田村さん、はい、まず今回のアウトバックの特徴から教えていただけますか。はい、乗用車の快適性、 SUV の走破性、ステーションワゴンの積載性を併せ持つクロスオーバーです。存在感のあるスタイリングで、日常の通勤や週末の外出がいつもより特別に感じられる1台です。また年式に比べ低走行距離と状態の良い1台です。黒のボディカラーと相まってかっこよさもありますものね。今回のアウトバックのグレードは何でしょうか。リミテッドです。リミテッドは機能面と上質さを兼ね備えた最上級モデルです。リミテッドならではの専用装備に加え、利便的な機能もたくさんございます。最上級モデルというのは非常にワクワクしますね。SUV と言いますとルーフレールのイメージがありますが、こちらのルーフレールは少し高さが低く感じますね。アウトバックは標準でローマウントルーフレールが装備されております。ルーフレールはスポーティーなイメージがありますが、ローマウントなのでルーフラインが美しい作りになっております。そしてアルミホイールのデザインもなかなかかっこいいですが、こちらにもこだわりがあるんですか。はい、リミテッド専用デザインの18インチアルミホイールがついています。切削加工によるブラックとシルバーのコントラストがより上質さを際立たせております。さらにボディサイドにメタル調のガーニッシュが装備されていて、エレガントな装備が満載です。さあアウトバックの車内に乗り込みました。こうしてシートに座ってみますと、とにかく車内が広いんですよね。座っていてとてもくつろげますね。リミテッドは標準装備で本革シートが設定されております。さらに全席シートヒーターを装備しておりますので、寒い時期には重宝する便利な機能です。田村さん、運転席にこうして座ってみますと、大きなメーターが、ね、目に入りますね。はい、立体感のある特徴的なメーターは視認性にも優れております。さらにリミテッドではメータリング照明といって、ブルーを基本にメータリングの照明色を10色から選べます。アイサイト警告時にはレッド、シフトのマニュアルモード選択時にはオレンジ色に切り替わります。気分によってね、色を変えたりするなど、こちらもね、ドライブの時の楽しみになりそうです。パワーリアゲートにはリアゲートが開く高さを変更できるメモリーハイト機能があります。立体駐車場などの高さに制限がある場所でお役立ちできる機能かと思います。この中央のナビですね、画面も少し大きいですが、どんなナビでしょうか。はい、パナソニックのビルトインナビを装備しております。すっきりした見た目と8インチの大きな画面が特徴的です。画面が大きくて見やすい上に、そしてバックカメラがついているのも嬉しいですね。便利な機能をたくさん備えた上質なレガシーアウトバックで、ぜひドライブをお楽しみください。日々のドライブを彩る装備が揃ったレガシーアウトバック、一度ぜひご覧ください。それでは田村さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。はい、走行距離はおよそ18,000キロ、車検は令和4年6月までついております。気になるお値段もお願いします。消費税込み253万円です。なお諸費用リサイクル料金は別途申し受けます。8号車今週の気になる車、平成27年式レガシーアウトバックリミテッド AWD-CVT、 お値段は253万円となっています。詳しくは電話番号 027-363-1300、 パースポット高崎までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いします。